ケセバ始まりました。ケセバ研究所所長のケジタンとオッケーオッケーくんです。オッケーくん、今日の実験は何だろうね。オッケー、楽しみだね。オッケーテンション上がってるね。じゃあ早速見てみましょう。本日の実験はこちら。みんな勉強できるようになりたいか、おー運動できるようになりたいか、おー人気者になりたいか、おーそれには運が必要だよね。ということで今日のテーマはこちら、四つ葉のクローバーを探せということで、幸せの四つ葉のクローバー、実際にこういう川岸に来るとどれくらいで探せるかっていうのを確認したいと思います。じゃあ3分で実験したいと思います。みんな幸せを探せー。俺の幸せがねえよ。幸せどこだ。今2分15ぐらいです。幸せなかったよ、おいらの幸せ。いや、見つかんないもんだね、3分じゃ。やっぱり幸せはそんな簡単に手に入らないんだね。みんな幸せが欲しかったら自分で努力しよう。それではケセバ研究所、また明日バイバーイ。マジであったあった、ほら出ました。あった。時間は、23分5秒。わーよっしゃー、やったやったー。いやー、意外と疲れんなこれ。いただきましたけど、オッケー君、今日の実験はどうだった？へーおー、あー、オッケーがもらえませんでした。じゃあ明日オッケーがもらえるように頑張りたいと思います。それではまた明日、ケセバイバーイ。足りなくたっていいじゃない、クローバーだもの。ズルはダメだよ。